どうした？大変なことになってるわよ。あんた、みんなに退学させられそうになってる。そうか。もしかしたら今日呼び出されるかもって思ってたよ。俺を狙った首謀者が誰か知りたい。いいよ、教えてあげる。首謀者は山内くんだよ。山内春樹くんはいらっしゃいますか？何かあったの？お前も感じたか？ちょっと嫌な感じ。昨日まであんなにピリピリしてた。この中の誰かがもうターゲットにされてたりして。なるほどな。満足した？本当の首謀者は坂柳か？そこまで分かっちゃった。なんだ？あんたにやってほしいことがある。山内の戦略は悪くない。だが押村楽は坂柳の口車に乗って俺をターゲットにしてしまったこと。さあ動け堀北。今のお前なら動けるはずだ。少し時間をもらえるかしら。明日の投票についてどうしても話しておくことがある。退学すべき人を私から名指しさせてもらう。山内春樹君。なんでなんでなんでだ。賞賛票1位、綾小路清隆、お前だ。